AA フェイト・アファナーシー・アファナーシェビチ・フェイトは、19世紀、ロシアの詩人、オリオール州ムチェンスクで、ロシア貴族先進とドイツ人女性、シャルロット・フェイトの間に生まれる。ところが、両親は、ダルムシュタット・デルター派の儀式によって結婚したために、ロシアの法律では、着実と認められず、アファナーシーは、死政児の取り扱いを受けることになる。 53歳になるまで父の姓を名乗る権利も、それに付随する一切の利益も得られなかったという。14歳になるとボルにあるドイツ系の寄宿学校に入れられ、1837年に歴史家、ミハイル・ポゴージンが経営するモスクワの寄宿学校へ転校。翌年にモスクワ大学に入学し、法律と言語学を学ぶ。1844年に大学を卒業し、 南ウクライナのヘルソンへ行き来兵連隊の士官となる。クリミア戦争の時はエストニア沿岸を守備する任務についていた。1853年から旧友のイワンツルゲンレフに誘われて雑誌、同時大臣に参加し、その縁でレフトルストイとも知り合う。1857年に結婚し、翌年には軍を退職してモスクワに戻る。 その後は故郷にある邸宅と所領の管理の傍ら、施策と翻訳に励み、晩年を過ごす。ドイツ詩人のハイネイアゲーテ、スラブ派で詩人のニコライアズイコフの影響を受けたのは、大学の頃と思われる。死は、市民としての関心を歌い、社会的な声明を読み上げなければならないとされていた、ロシアの文学界において、フェイト自身は、経済問題や社会問題について、 反動的な立場から発言し、死を現実からの逃避の手段と考えていた。ギリシア芸術の性的な美を賛美し、自然、音楽、恋を叩え、芸術至上主義者であるヘイトは、トゥルゲーネフやトルストイなどの例外を除いて、同時大臣には正しく理解されなかった。その一方、チャイコフスキーや、リムスキー・コルサコフ、ラフマニノフなどの音楽家に歌手として採用され、 20世紀になるとデカダン派と象徴派がロシア史を刷新しようとした際にフェイトの作品は再評価される。ありがとうございます。